皆さん、お仕事お疲れ様です。マイティです。今日は特に何のエピソードもなかったので、職場から寮まで自転車でどれぐらいかかるのか試しに走ってみたので、カメラを自転車のカゴの中に入れたからちょっと見にくいのですが、本当に見にくいのですが、よかったらご覧ください。全然ガタガタ道とかではないのですけど、なんかすごいガタガタ言ってますね。すごい見づらいんですけど、右も左も多分サトウキビ畑です。ガタガタ言いすぎですね。この後、お客様と運命的な出会いをします。そのお客様は、私が初出勤の時にディナーで来てくれたお客様なのですが、すごく優しくしていただいて、ディナーの次の日の朝食の時に私にとお菓子をくれたみたいで、それを私は違う人からいただいたのですけど、全然お会いできずお礼を言うことができなかったお客さんなのですが、この後こんなところでばったりとお会いできました。あー、こんにちは。ありがとうございます。じゃあ頑張ってね。はい、また、はい、お気をつけて。会うことがあったら。はい、はい、ということで、この時にお客様がいつお帰りになるのか聞きまして、次の日に帰られるということだったので、私はこの後急いで帰って、お客様が泊まられているホテルから見える海を描こうと思って、海まで行ってサンセットビーチをクレヨンで描いて、この日プレゼントいたしました。作品がこれです。様が喜んでくれたので、私は大満足です。
の坂道がまあ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 きついです。ちょっと見やすくなりましたね。ここが職場から家までの中間地点です。あと半分、頑張れ私。ここがですね、蜘蛛の巣ゾーンでして、通るたびに蜘蛛の巣が顔にくっついてきます。何個も何個も。この辺からカメラが違う方向を向いて全く見えなくなったので、この辺で終わりにします。では新しい部屋です。今日からじゃない、明日からネパール人の子2人と3人でシェアハウスします。外から海もちょっとだけ見えます。